今回の動画なんですけども、前回のパート3を見てからこちらの方をご視聴ください。こんなのベイブレードじゃない。ファーストバトルは綺麗に一撃で決めてあげたけど、セカンドバトルはたっぷり痛めつけてあげるからね。君とビクトリーズもこれで終わりだ。最後らへんの言い方でランドールを思い出したんだけど、どうしよらん。もうね、このドラムとドラゴンのおしゃべりコーナー、こいつに関してはもう突っ込まない。この先どんどん出てくると思うからね。次はどう戦う？もう一度エースドラゴンで行くか、それともグランドラゴンか。セカンドバトルはグランドラゴンで勝負だ。いや、最初からそうしてください。俺前回あんだけ言ったよね。低速回転シュートしかないと思ったかな。いや、低速回転しかできないベイってなんだよ。あとね、ドラムが驚いたの多分そこじゃねえから。さっきまで低速だったのに急に高速回転出してきたからびっくりしたんでしょ。低速回転しかないなんて誰一人と思っとらんわ。ここは持ちこたえた。グランドラゴン終わった。まだまだこれから。サードバブニル連続攻撃。お前そんなに攻撃して大丈夫か。ただでさえウィザードファブニルのラバーは超強力、吸収面はとても優れているが、攻撃面ではすごくモロ刃の剣なんですよ。そしてただでさえ高速回転、見た感じグランドラゴンよりも回転力っていうのはおそらくあると思う。俺はお前にどうこう言わんけれども、頼むから自滅バーストだけはやめてくれよ。え、何これ、レアウェイゲットバトル。ほら、言わんこっちゃない。こんなのベイブレードじゃない。それで全員断っちゃったんですか。もったいない。それだけ入門者がいたらスパークデビルズよりでっかいクラブになれるのに。いや待って、今何気にすごいことしてたぞ。ドラム、いや、さっきの練習メニューやったんかい。町内逆立ち30周。逆立ち30周？いや、普通に鬼メニュー。逆立ちできない俺からしたらこんな練習メニュー地獄だわ。待てたかね、そこからは俺に言わせろ。マジですか。